野村健次郎、野村健次郎、野村健次郎、1966年9月19日隊は、元プロ野球選手、内野手、元監督、野球評論家、広島大学大学院生。1966年9月19日、大分県佐伯市で生まれる、小学校1年の時に投手として、野球をはじめ、小学校から高等学校まで投手を務めた。 小学校と中学校では最高学年で首相を務める。野村は後年に当主としては少年時代から右の本格派でストレート、カーブ、スライダーを武器にしていましたと当時の思い出を振り返っている。また野村から見ておじに当たる八木隆氏がかつて広島東洋カープに在籍していた元プロ野球選手であったことから小学校時代から毎年のように 広島のキャンプを見学していた。周囲からは、県や市の一番では満足するなと言われていたため、野村は常に高い目標を持って練習していたという。大分県立佐伯鶴城高等学校へ進学すると、俊足を活かすために右内から両内に転校した。一年の秋からエース投手になり、それ以来は3番、投手として同期のチームメイトである。 若林茂樹などとクリーンアップを組んだ。また、野村は2年の秋から3年の夏まで、エース投資権首相を務めるが、3年の夏の大分大会の準決勝戦で敗れ、3年間とも、春と夏の全国大会の出場を逃した。駒沢大学に進学すると、当時の監督だった大田誠にセンスを見込まれて打者に転向し、外野手になる。当時は、 鉄拳制裁も決して珍しくない厳しい指導の一方で1年の時は左翼手か右翼手としてプレーしリーグ戦に起用されている2年の時の春季リーグ戦からは中堅手のレギュラーになり同年の秋季リーグで初めて中堅手としてベストナインに選ばれ3年の時の春季リーグ戦では大石大二郎が記録した17盗塁を塗り替える18 盗塁のシーズン記録を達成し、2期連続でベストナインに選出された。また、3年の時には、日米大学野球とアジア野球選手権大会で日本代表に選ばれ、その頃からプロ入りを意識するようになった。秋期リーグ戦では二塁手にも挑戦したため、二塁手としてもベストナインに選ばれている。4年の春から4年の秋までは首相を務めた。 四年の時には再び日米大学野球で日本代表に選ばれるだけでなく、春季リーグ戦では二十二年ぶりにリーグ通算記録を更新する五十二個目の盗塁を決めるなどで全優勝の原動力となり、満票で最高主君選手とベストナインに選出された。また、四年の時には大韓民国で開催された九百八十八年ソウルオリンピックで大森剛や、 同期のトマシノ・二と一緒に3人のみの大学選手として野球日本代表に選ばれる。ちなみにトマシノとは後にプロでもチームメイトになった。このオリンピックではレギュラーに良い選手が揃っていたため、野村は主に代打で起用され、決勝戦を含む3試合で9打数2安打の成績を残す。決勝戦の対アメリカ合衆国代表戦では途中出場で1安打を放つも、 一打逆転の場面ではジムアボットに抑えられた。大学での通算成績は八十九試合出場、三百二十五打数百三安打打率、三百十七十本塁打四十八打点、五十二等塁。他にはベストナイン四回の受賞経験がある。なお、全日本大学野球選手権大会には二度出場し、三年の時には松永幸夫、 九州東海大学と対戦した。大学野球界屈指の野手という評価を得て、石毛博則二世とも呼ばれ、1988年のドラフト会議では重複指名が予想されていた。結果として広島東洋カープから単独一位指名を受け、まずは外野手として広島に入団し、プロ入りを果たした。広島は川崎健二郎も一位候補として検討していたものの、 スカウトマンたちの強い推薦もあって野村を指名した。担当スカウトマンは渡辺秀武で契約金6000万円、年俸600万円で入団契約を結んだ。背番号は7に決まった。4月9日の対阪神タイガー,アース戦では大ーとして一軍で初出場し、同年5月4日の対ヤクルトスワローズ戦では6回裏に、 中本茂樹から一軍での発案だとなる中前的時打を放つ。この年は大学時代にも守った経験がある左翼手でプレーした。最優秀新人賞は同期でオリンピック以来の友人の戸間篠に譲った。彼は内野手になり前年オフにロッテオリオンズへ移籍した高橋義彦に代わって遊撃手のレギュラーとなる。オープン戦では失策が多く、 高賞7 0ラム、当時より細い外見から来る、パワー面の案なども懸念されていたが、シーズンに入ると攻守に活躍し、4月15日の対、読売ジャイアンツ戦では3回裏に、宮本はちから1軍での初本塁打となる、右越えソロ本塁打を放つ。また、オールスターゲームに初めて選ばれ、第2戦では2番、遊撃手として、先発出場した。 シーズンでは33盗塁を記録し、自身初のタイトルとなる盗塁王を獲得した。は、全試合出場を果たしただけでなく、31盗塁で2年連続となる盗塁王を獲得。170安打を放って最多安打を獲得し、リーグ4位の打率、324を記録した。また、自身初となるベストナインに選ばれるなど、 チームのリーグ優勝の大きな原動力となった。9月10日の対中日ドラゴンズ戦では、同点的時打を放った上に好守備も見せ、勝利したチームは首位に立って、そのままリーグ優勝を果たした。この試合は終了後の幸福感も含めて、現役時代で最も印象に残っているという、対西ブライオンズとの日本シリーズでは、第7戦で最終打者となって、 日本シリーズ優勝を逃した、工藤君康を相手に三振者の,の、チームトップの打率、333を残して、シリーズ優秀選手に選ばれている。この年には、年俸が5300万円、推定となるなど、球団事務所から高い評価を受け、12月7日には2年間交際していた、女性と結婚した、は、日米プロ野球の日本代表に選ばれた。 2は14試合連続安打を記録して、4月に月間 MVP に初めて選ばれ、オールスターゲームでは第2戦で優秀選手賞を受賞する。その一方で、シーズンは打率が266と低迷した。同年は6月3日まで3番を打ち、翌日以降は1番を打っている。から七年間、広島の首相とチームリーダーを務め、首位打者宣言をして、 シーズンに臨んだ。シーズン当初は2番だった打順も6月9日には1番に戻り、2度目の最ターンだ。タイトル制定はこの年から3度目の投了用を獲得。球団の遊劇手では1986年の高橋義彦以来2人目となるフルイニング出場を果たした。年俸はチームメイトの前田智則には及ばないものの、4500万円の 大幅増の1億800万円となり、初めて1億円の大台を突破した。11月には、周期キャンプへの参加を免除されて、奥歯の虫歯を集中的に治療し、噛み合わせが改善して、インパクト時に力を集中できるようになった。また、内角球への対応を改善するために、グリップ位置を上げて、強く振り切るなど、フォームを改造している。 4月18日に長男が誕生。ヘルメットに長男の名前を書き込んで励みとし、5月には自身2度目となる月間 MVP を受賞した。6月3日の対巨人戦では初登板の川原純一から初回戦投打者本塁打を放った。9月1日まで全試合1番で先発出場を続け、9月2日以降は3番に定着。9月22日には 当時歴代5位のスピード記録となる857試合目で1000本安打を達成した。シーズン後半は腰や背中に痛みを抱えて気類ができず、投類数が減少したが、10月6日の対ヤクルト戦で30投類に到達。最終的に史上6人目となるトリプルスリー打率315、32本塁が30投類を記録した。打率 三千百四十五は、ロバート・ローズの、三千百五十と5猛者で、リーグ三位、三十二本塁打は、チームメイトの江藤聡に次ぐ、リーグ二位だった。また、守備面の評価も高く、自身初のゴールデングラブ賞を受賞。年末には、史上最高、当時となる一億七千万円で契約を公開し、五年後に、金本智明が抜くまでの村を、チーム最高年俸とする、 不分立生まれた。同年の契約公開では、首相やチームリーダーとしての働きや、高津信吾や西山和弘など、ライバルチームの抑え投手からサヨナラだを放ったことから、球団事務所からはチームでは最高の貢献度だったと評価されている。は、開幕から7試合で一番として起用されるが、前年に投塁王を獲得した小形孝一の存在もあり、 4月途中からは主に3番を務めた。7月6日のタイヤクルト戦で2頭を試みた際に、左足首を負傷し、担架で運ばれて退場、翌日から3試合を欠場した。歩行にも、支障を来す骨折と疑われたが、球団事務所からは念座と発表されて、痛み止めの薬を飲みながら、出場を続けた。監督の三村俊行、同じ誕生日は、休養を考えたが、 控えに有力な遊撃手がいないことと、野村本人が出場を直訴したことで出場を続けさせた。しかし、左足首をかばったことで負担がかかり、両足の太ももやふくらはぎにも痛みが広がり、9月に入ると全力失踪できない状態になった。チーム成績も負傷前の45勝24敗から、その後は26勝35敗と急激に悪化し、この負傷が、 巨人のメイクドラマを許す原因になったとも言われている。負傷のため、個人成績は芳しくなかったが、年末にはチームを引っ張る働きを評価されて、2000万円増の年俸1億9000万円で契約を公開し、選手会長に就任した。ノーオフにフリーエージェント権を獲得。その中で、各チームの監督たちは、遊劇種の後継者として、 野村の獲得を強く望んだとされる。また、アリゾナダイヤモンドバックスとタンパベイレビルレイズからのオファーがあった。野村自身も長年メジャーリーグ挑戦の夢を持っていたが、大学時代の監督だった大田からの自分のための人生だ。ただ、広島と日本プロ野球界のために生きるのもまた人生だぞという助言もあり、広島に残留することを決意し、 日本人選手では13人目、球団初の2億円プレイヤーとなった。二ウルオリンピックでチームメイトだったトマシノが、ヤクルトから移籍し、野村とチームメイトになる。そのことによって、トマシノの刺激を受けた野村は、自身のプレーに磨きをかけたという。この年は主に一番を務め、チームで唯一の全試合出場を果たしたが、年俸は、現状維持で契約を公開した。 1999年5月19日には、当時歴代4位のスピード記録となる1289試合目で1500本安打を達成た。9月には、オリンピックアジア最終予選で日本代表に選ばれたが、この年は股関節を痛めたことが原因で5月から欠場が多くなり、レギュラーシーズン中盤には三塁手や二塁手としての先発出場を増えた。八月からは、 遊劇種に戻ったものの、これ以降、度重なる怪我に泣くこととなる。2は三類種の江藤里氏が巨人に移籍し、開幕前のキャンプからは、江藤の穴埋めとして三類種に取り組んだが、同年4月8日の大半新戦で一塁まで走った。際に、左足膝裏の肉離れを起こし、全治三週間と診断された。五月三日には一軍に復帰したものの、症状がひどかったので、 7月24日の精密検査で左足の筋力が右足の筋力の約半分まで落ちていることが分かり、自身初の出場登録抹消を受けて後半戦は欠場した。8月には同じく故障した前田智則や尾形と一緒に戦列を離れ、アメリカ合衆国のピッツバーグに渡ってリハビリテージョンに専念した。同年はプロ入り5歳低の打率。 2 4日本類が1投類に終わっている。野村が戦列を離れている間に、遊撃手は東で明博、三塁手は荒井隆広がそれぞれレギュラーの座を獲得したため、野村は二類手に転向し、そのレギュラーの座を木村拓也と争うことになった。開幕前のキャンプ中の2月8日に守備練習で、左太ももを痛めて、オープン戦は2試合の出場になり、 開幕戦は初めて不出場となった。同じ二類種のエディディアスが打撃好調だった一方、小形の故障で新井が右翼種に回り、5月9日以降に野村は再び三類種のレギュラーの座を掴んでいる。4月末に右太ももを痛めて約1ヶ月間の二軍生活が続き、後半は代打や守備固めで主に起用され、出場試合数が100試合を切ると同時に、 二人ずも、211と低迷したが、遊劇種のライバルである東出にも、守備面などで、積極的に、アドバイスを送っていた。3月29日のタイヤクルト戦で、守備の際に、左内副車筋に、全治3週間の座章を追い、4月2日に、出場選手登録を抹消された。シーズン終盤には、右太もも痛もあって、戦列を離れることが長くなり、 オフには野球協約の上限を上回る33%減の1億円で契約を公開した。なお、同年7月に山本浩二の監督続行が決まった際にはオーナーの松田元が次期監督候補が野村であることを明言している。1月に黒田博樹と一緒にアメリカ合衆国のアリゾナで自主トレーニングを行い、 怪我の防止のためのインナーマッスル強化や股関節の柔軟性向上などに取り組んだが、6月19日のタイヤクルト戦で三類頃を処理した際に右膝を痛めて出場選手登録を抹消されるなど、同年も怪我に泣いた。年末には現状維持で契約を公開している。は、年齢的な衰えと守備の負担軽減のために一類種にも挑戦し始め、 開幕前のキャンプの紅白試合では、保守も務めた。同年の1月から、記録達成に向けて、周囲の期待が高まっていた。5月には、故郷の大分県佐伯市内の某所6カ所や総合、広島店にカウントダウンボードが設置され、6月に、入ると、広島ガスのインフォーメーションプラザで入団からの軌跡、どる、写真展が開催された。 残り4本で迎えた6月21日からの地元、6連戦では、大分県佐伯市の大手前公園で250インチの野外スクリーンにより、パブリックビューイングが行われている。6月23日の対ヤクルト戦、広島市民球場の4回裏に、川島良から通算2000本安打を達成、東都大学野球出身選手では、史上初。これを記念して、広島県から、 県民栄誉賞が贈られたほか、広島電鉄が記念のパセオカードを発行している。それ以降は、代打の切り札としての出場が多くなり、9月16日に同年限りでの現役引退を表明した。シーズン最終戦である10月12日の対、横浜ベイスターズ戦が引退試合となり、満員の観客に野村の背番号の7が入ったポスターが配布された。 引退試合では一番遊撃手として先発出場したが、試合の途中からは大学で守った経験がある中堅手に回った。引退セレモニーのスピーチで今日集まってる子供たち、野球はいいもんだぞ。野球は楽しいぞ。という言葉を残した。なお、球団事務所からはこの背番号7を永久欠番とすることを打診されたが、野村自身が断り、背番号 7にふさわしい選手が現れるまでの永久決番、預かりになっていた。その結果、2013年から同林翔太が、背番号、7を引き継ぐことになった。また、球団事務所の幹部はの新球場をオープンに合わせて、野村を監督として昇平する方針をこの時点で打ち出していた。引退後からまで、広島テレビ放送、日本テレビ放送もスポーツ日本で、 野球解説者を務める一方の開幕前のキャンプでは広島の臨時コーチとして守備、走塁を指導した。2はカンザスシティロイヤルズの開幕前のキャンプに臨時コーチとして白井和幸と一緒に招待されている。同年の北京オリンピック野球競技では解説者としてジャパンコンソーシアムの中継参加し、10月には第2回 WBC の日本、 代表監督選定会議に若い世代の代表として出席した。初回の会議の後には現役監督、コーチ以外から選ばれることになるのではないのか、との見通しを語っていたが、次回会議の結果を受けて原田則が代表監督に選ばれている。から、11年連続で B クラスに低迷する広島の監督に就任した。監督、コーチ歴はなかったが、 NPB の監督としては、格安とされた前任のマーティブラウンの年俸40万ドルを大きく上回った。就任会見では優勝を目指します。選手にもそういう気持ちで A クラスを目指すというのはやめてもらいますと話し、広島県広島市内の病院で行われた講演会では優勝したら普通のことを追ったまでですというつもりですと宣言した。 前年まで成績が振るわなかった、そよぎ栄心、広瀬淳とオープン戦で活躍した、天谷総一郎、野村自身が、アメリカ合衆国でのコーチ研修中に惚れ込み、中米スカウトマンの反対を押し切り、獲得したジャスティン・ヒューバーを開幕からレギュラーに固定した。ボンと、広瀬は、自己最高の成績を残したが、天谷と長打力を期待された。ヒューバーは、 結果を残すことができなかった。この年の先発メンバーのパターンは95通りにも上り、レギュラーシーズンを通して打線を固定できなかった。チーム技打数は、球団史上最多の140個、チーム盗塁数も、過去15年間で最多の119個と動力が改善し、1試合平均得点は5年ぶりに3点台を、脱却して4.1点になった。 守備面でも前年リーグ再開の100個だったチーム失策数が同3位の82に改善した。当主陣ではコルビー・ルイスの対談が前年12月に急遽決まった。開幕前のキャンプからレギュラーシーズン序盤にかけて大竹・博、ロ横山・隆二、マイク・シュルツ、エ川勝博などの主力の故障が相次いだ。特に大竹については故障直後は 慎重な調整を行っていたにもかかわらず、復帰を急がせて、再故障させるなど、選手の体調管理面での批判が多かった。また、中継投手の起用法にも疑問が投げかけられた。前田健太は、チーム史上初の投手成績で3冠を達成したが、チーム防御率は、前年の3.59から5年ぶりに4点台後半、4.80、え、前田健を除く。 チーム防御率は5.33となり、過去最大の悪化幅、1.21を記録した。同様に失点が162層の737、四死球は137増えて524個、基本類打も54、多い171本と、いずれも最大幅の増加を記録し、球団史上最悪の投手力の交代と評された。最終的なリーグ成績は、 チーム史上ワーストにい体いとなる84敗58勝を起死し2年連続の5位に終わった。しかしこの年に不調だった投手陣に周期キャンプでは過酷な練習を課すことを予告すなど来年に向けて意欲を見せた。12月7日野球連動入り候補者名簿プレイヤー部門に掲載された。2011年は9月上旬まで。 A クラスを争っていたものの、そこから一気に失速し、リーグ成績は前年と同じ5位に終わった。セーパ交流戦では10連敗を喫し、その間に50イニング連続無得点という、交流戦でのワースト記録を受立した。6月26日の対中日ドラゴンズ戦では3回裏に、中村京平の頃の判定をめぐって、審判たちへの暴力行為で退場処分を受けた。 翌日、加藤良造コミッショナーより2試合の出場停止処分を受ける。代理監督はこうが務めた。2012年のレギュラーシーズン前半は、阪神の失速も手伝って1997年以来、15年振りの前半の A クラス3位で折り返した。しかし、9月に8連敗を含む6勝17敗1分と失速し、ヤクルトとの3位争いから脱落し、 最終的なリーグ成績は4位、15年連続の B クラスとなった。2013年も継続して指揮を取り、4年連続のレギュラーシーズン負け越しとなるも、1997年以来16年振りの A クラス3位となり初のクライマックスシリーズ進出を果たしたが、ファイナルステージで巨人に敗退し、日本シリーズ出場を逃した。 2014年は2年連続で巨人、阪神との優勝争いとなり、9月26日に広島が大阪神戦、甲子園に敗れたことで巨人の優勝が決まるが、同時に広島の2年連続クライマックスシリーズ進出が決定。阪神との2位争いとなるが、シーズン最終戦の10月6日の対巨人戦、松田にも敗れ、3位が確定。 10月8日に球団に監督辞任を申し入れ、了承された。進出の決まっているクライマックスシリーズの指揮を取り監督生活を終えた。この年の勝利数74は、球団史上2番目に多い勝利数となった。2015年2月、ボストンレッドソックスからオファーを受け春季キャンプの臨時コーチとして就任することになった。最多安打3回、最多得点2回、トリプル3、 通算2000本安打を達成するなど、特に現役時代前半は広島のリードオフマンとして大いに活躍した。当時は 176cm、75kg と体格に恵まれてはいなかったが、それまで主にスラッカータイプの選手が達成していたトリプルスリーを成し遂げた時には地道なトレーニングによる筋力強化を高く評価れている。 プロで実動10年間だった遊撃手での通算打率。293は1000打席以上では、セントラルリーグ最高記録2004年当時であり、史上屈指の強打の遊撃手だった。思い切りの良い打撃を持ち味とし、賛否両論はあったものの、初級から積極的にストライクを打ちに行った。深夜のメジャーリーグのテレビ中継を欠かさず見るという、メジャーリーグフリークだったこともあり。 ダイナミックなプレーを意識し、三塁打のクロスプレーには、こだわりがあった。なお、俊足を生かすため、高等学校の入学と同時に両打ちになったが、目標としていた左打ちには当初はならなかった。バットは、水のテクニクスの名は民夫の作品を使用していた。プロ入り後は、スイッチヒッターとしてやっていくつもりだったが、広島入団当初は両打ち登録だった。プロでは、 当初から左打ちに絞っている。瞬速を誇る選手として、名を馳せた。大学時代は、当都大学野球リーグでの最多投塁記録を残し、4年の春には完全投塁を達成するなど、プロ入り前から、総類技術は高かった。4年の時には、ベース一周で13秒8の好タイムを残している。プロ入り後も1989年には4月12日に、 初盗塁を記録し、5月末までに盗塁機と10に、対して成功8と、早くから技術が通用している。プロでも通算3回の盗塁王を獲得。入団から10年間で234盗塁、42三塁打を記録したが、現役時代後半は度重なる、足の故障のために総力が落ち、ダイソーを送られるケースが増えた。 小学校から高等学校までは投手だったが、大学で外野手になり、プロ入り2年目の年から内野手になった。また、プレーでの思いやりを重視し、特に、プロ入り1年目の年は、正打との連携プレーを、投入的に練習した。打球が飛んでくる回数や併殺、中継に絡む機会が多いため、打者が打つ瞬間以外は常に360度、全方向に注意していた。 広島がかつて本拠地としていた広島市民球場は土のグラウンドだったためイレギュラーバウンドが多く平常心を保ち腰を落としてしっかり補給することを心がけた。また自分の肩が強くないと考えてスローイングを課題に上げダッシュなどでカバーすることを意識していたという必ずしも守備の名手という印象を持たれていないが1990年代前半には レンジファクターでリーグトップの数値を複数年にわたって記録1992年、1994年、1995年するなど打球をアウトにする能力は高かった。グラブについてはプロ入り2年目の年から同じグラブを7年間も使うほど強いこだわりを持ち同じタイプのグラブを使った後輩には伊勢スコーヤカイマサ石橋直人などがいる。 また、野村のグラブをベースにしたグラブを江藤と東出が使用し、木村拓也も野村のグラブを参考にしていた。選手時代の経験を活かした広島伝統の走る赤ヘル野球を標榜し、俊足の選手を積極的に上位打線に起用して、チーム盗塁数を大幅に増加させ、ブラッドイルドレッドら外国人との積極的なコミュニケーションの評価は高い。 その一方で左右病と揶揄される相手投手の気球でによって打順を大幅に変える采配が指摘されることも多かった。この傾向は予告先発制度が導入された2012年度以降で顕著である。この采配は相手投手との相性や自軍の選手の状態に関係なく積極的に行っているため打順が固定できないという批判が目立った。相性はノム県。 小学校からプロまで首相を務め、常にチーム全体や他の選手を気にかけていた。1994年からは首相やチームリーダーとしての素質を認められ、フリーエージェント権の取得時には、球団事務所も指導者としての期待をかけて、チームの残留を望んだ。球場外でのトレーニングの時も他の選手に目を配り、 若手だった東出や新井が不審に苦しんだ時期には励ましを送っていた。新井は野村について心から頼れてとても信用できると語っている。また金本智明がトリプルスリーを記録した際には経験者としてアドバイスを送り落ち着きを取り戻させた。外国人選手と定期的に食事会を催し常に英語でコミュニケーションをとっている。 英語は2006年から2008年にカンザス式ロイヤルズで臨時コーチを務めた際、独学で学んだ。野村は単語だけで文法はむちゃくちゃ。恥ずかしがらない勇気で通じるよと語っており、心をオープンにして外国人選手から信頼を集めており、2014年の本類王エルドレッドはケニー、野村監督のアドバイスのおかげと野村に感謝している。姉は 元宝塚歌劇団70期生の秋月志保。弟は元社会人野球選手、投手で日本石油や駒沢大学、艦隊平洋大学でコーチや監督を務め、2019年の日米大学野球選手権大会日本代表コーチの野村昭彦。広島市出身で幼少時からカープファンであった柳田祐希、ソフトバンクは憧れの選手に、 野村の名前を挙げている。史上187人目、史上119人目。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。